テニスコーチチャンネル。どうもテニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。今日はドロップショットの超入門編です。ドロップショットをやりたい方意外といるんじゃないかなと思うんですけど、ここからやれば簡単にできるぞっていうのをやっていきますので、ぜひこうドロップショットどうやって練習していいか分かんない方参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。はい、ドロップショットなんですけど、まずサービスラインぐらいの近い距離で高い球で練習していただくのが簡単ですね。高い球を少しライジング、弾んだボールが頂点に来たところをフォアボレーしていくようなイメージで始めるのが一番簡単です。それではちょっとやってみます。でボールの高さに用意してそのままボレーをしていくイメージ、山なりのボールを打つようなイメージで打てると簡単です。バックもやってみます。ワンバンでバックボレーをするイメージですね。ライジングで取った方が最初簡単です。少し上に打ち上げていくようなイメージで打つと入りやすいと思います。サービスラインぐらいの距離でできたらちょっとずつ後ろに下がっていって、最終的にはベースラインにしていきます。実際ちょっと打ってるとこ後ろから見てください。後ろから見てみてください。ライジングでフォアボレーしていくイメージです。バックもやってみます。なるですね、ライジングでバックボレーを打つイメージ、少し上に打ち上げていくイメージの方がいいです。高いボールで上から落とすようなイメージ。はい、だんだんできるようになったら少しずつ下がってベースラインまで来ました。ドロップはやっぱ普通のスライスとドロップショットでこう少し打ち分けれるといいかな。長いスライスとドロップのスライスで打ち分けれるといいと思いますので、それをやってみます。ちょっと見てください。普通のスライス、前にドロップ少し止める、普通のスライス前、ここまでは一緒。普通のスライスドロップ、普通のスライスドロップ。バックもいきますね。バックも同じです。長いスライスとドロップで使い分けてみてください。普通のスライス、ドロップ、普通、ドロップ、フォロースルーは少しね、やっぱ普通のが長く、ドロップ短く、ここまでは一緒。距離が伸びた分やっぱ少しねテイクバックを取って打ちに行くんですけど、フォロースルーが長くすれば長いスライス、フォロースルーを少し止めて上から落とせばドロップっていう感じになります。実際のボールの軌道をちょっと見てください。最初はドロップだけこうやって練習します。後ろからサービスラインできたら後ろから、だんだんこれが確率が良くなったら普通の長いスライスとドロップショットで打ち分けてみてください。長いスライス、ドロップ、できるだけ
したか、ドロップショット、ネットの近くから高いボールで練習すれば意外と簡単にできると思います。できるようになったら少しずつネットから離れてテイクバックとフォローするに注意をしてみてください。昔出したね、スライス入門っていう動画にちょっと似てるんですけど、それと組み合わせていただけると今日みたいな長いのと短いので内訳、駆け引きができるようになると思いますので、そちらもぜひ見てください。それでは今日はここまで。ドロップはうまく落としましたけど、気分は上げていこう。